おめでとうございます。あ、小田君おめでとうございます。あ、もう久しぶりです。皆様今年もよろしくお願いいたします。ええ、あ、これはこれだけはお久しぶりぶりですよ、本当。いつぶりかな、あのキャブしたのいつやったかな。キャブしたの夏、夏やな、ですよね、夏からまた夏からまたかかんなくなっちゃって、あの後でも燃料フィルターフィルターも変えてつけたやろ、プラグコードも変え、うんうん、めちゃめちゃ調子がよく、調子よかった、うん、まあはい、エンジンはかけてたんですけども、あ、車検はけんかったよな。車検は、うんうん、ちょっとまだ寝かせて、うんうん、でまあ、この度ガレージをなんと建てることになりまして、車を動かすことになったんですよ。その時にかけてやっとかかったんですけど、他の場所に持ってったらかかんなくなっちゃって、ここで、あ、じゃあ今別のところに置いちゃうの。あ、今、いや、レッカーしました。あ、もった、また持って帰って、はい、500m くらいのところレッカーしました。わざわざレッカーしました。なるほどね、はい、で今眠ってる状態でございます。了解しました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、全然髪が乱れてる。まあ、じゃあとりあえずちょっと様子を見ろ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ほら、なんかガレージだけは立派なもんができちょう。ガレージは立派なもんができちょう。ガレージは立派やけど、相変わらず不動のこのクラウン。そうですね、相変わらず、相変わらずの、相変わらず調子が悪い、このたまはヘッポコ M 型エンジンが本当に。これいつの間にこんなの建てた？ですね、年末に建ちました。稲葉？はい、稲葉です。稲葉のなんていうシリーズ？稲葉、ああ、なんかいろいろバージョンがあるよな。バージョンがありますね。すげえな。なかなかいいな。いいのが。これやっぱ2連ぐらいじゃないと。やっぱ1連だとちょっと狭いかも。作業できんわな。うわー、いいな。俺も今ガレージですよね。いや、まあ何にも進んでねえけど。いや、楽しみですね。いや、でもこれはやっぱしっかりしとんな。はい、クジラガレージです。いつもたくさんのご視聴ありがとうございます。はい、やってきました。あの、相変わらずの不動のマサトクラウン。去年の夏に、まあ、イサムと来て、キャブのオーバーホールとセルモーターの交換をやって、まあまあ調子よく動いてたらしいんやけど、まあ車検は取ってないんやけど、あのエンジンはかかるよって。まあその後燃料フィルターつけたりとかして、あの、調子、エンジンはかかるよったみたいなんやけど、また全くうんともすんとも言わんなったということで、まあ連絡来てね、まあちょっと、まあできるかどうかわからんし、あの、治るかどうかもわからんねんけど、まあとりあえず様子を見ようということでやってきました。いつになったら動くのか。燃料フィルターってこんな角度でいいんかな。これ溜まる燃料、ここに溜まるんや。溜まるんやったらいいわな。いや、燃圧が足らんのかなっていう感じもしたんやけど、まあ、とりあえずその6発の電気が飛びようかどうかっていうのをまず確認した方がいいかな。要は、あの、電気がちゃんと飛んで燃料がいってればエンジンはかかるはずやけどな、どっちかなって思うんよ。そうっす。圧縮とかは関係ねえと思うけん、うん、圧縮が抜けてるとかやったらな、もう当然無理やけど、電気と燃料さえちゃんとしとけばこんな昭和エンジンなんてかかるはずやけど。かかりますよ、ね、かかるかかる。ちょっと一発目いきます。うん、あ、ラグ飛ぶか見ていいっすか。あ、いや、俺が見とくわ。はい、あ、飛びよ。OKOK。うん。ってことは、まあ、多分おそらくやけど、まあ、6発飛んでるやろうと仮定して、燃料、油面も大丈夫やな。油面も大丈夫ですね。じゃあ、とりあえずちょっとプラグ刺して、ちょっと回してみて。もう全部洗っちゃいるんですよ。これ、なんかしまって、今、これしまって。あ、ほんとですね。オートチョークの働かない。ここでかかったら全然面白くないですよね。なしきたいやつだ。かかんないと思います。いきますよ。はいはいはい。
怖くもねえな。そうなんですよ。ずっとこれが続くんで。セルはでも元気がいいな。セルははい。そうですね。え？本当そうですね。この車にこだわって持ってるだけ時間無駄じゃねえか。大丈夫？大丈夫です。車が好きなのね。まあそういうことやな。旧車、なんでそんなみんな苦労して旧車に乗ってるのって思ってる人いっぱいおるんだろ。そうです。本当に。思い入れがあるわな。いろいろな。そうです。この車に出会ってないと、クジラさんとも出会ってません。まあそういうことやな。いろんな、あの、付き合いが広がったりとかな。面白いことも、辛いこともいっぱい経験してきたかな。ね、あの車の勉強もようできたよ。いや、だいぶできますね。まず構造が、ま、やっぱ学べてるんで。そうやな。ある程度対応がちょっと効くかな、うん、感じがしますね。はてやな、これ41年42年ちょっと54年前55年ぐらい前の車。もうそもそも、まあ、あること自体がもう奇跡ですよ、うん、シーラカンスですね。54年前の車で、ほらエンジンかからんで当たり前。行きます。おい、おし、行きます。おい、ですね。だからもうタイミングや。ああ、タイミングが出てきたんだよ。どんな変化かわからんのよ。うん、もう完全にタイミングじゃ。うん、ちょっと位置がちょっとどうなるかわからん。スペードここに来そうなんやけどな。今2回くらい来ますよ、うんうん、近いところに来とるのは来とるけど。いいですよ、行きます。うん、焼けてる。あの、火は出てるし、燃料もあの燃やそうとしようけど、タイミングが合わんのよ。
ケイ。オーケー。昼飯も食ったし。午後とも頑張りまーす。さあ、いくぜー。はいよ。入っていきますよ。はい、いきます。はい、ちょっと今どっちから行くよ。どっちからバーンって何。いや、わかんない。わからんな。下かな。この車うるせえけど、分からん。どっちか分からんないけど。でもなんかマフラーっぽいね。行きます。行きます。はい。あ、なんか合ってる気もし気がする。合ってます。分からん。ちょっと光具合かな。本当です。井上さん、やっぱちょっとダメみたいです。ダメ。かからないです。角度は、いや、言うて、多分、90度も動かしてないです。で、1番に挟んで、本当はなんか遠いところがいいらしいんですよね。プラグから？プラグ、あのプラグコードをなんか他のを拾っちゃうみたいな。ああ、なるほどな。すいません、お願いします。なかなか片手だと厳しいです。厳しいな。ちょっとでもちょっとこれ撮影しながら無理やな。待て待て待て。ちょっとバッテリーが弱いな。ちょっと。ちょっと兆しが見えてきたな。見えてきました、ね、やっぱネズミこの位置やな。この位置っすね。これ6時、6時やな。この位置っす。ちょいこれの位置でちょっとちょい調整やわ多分。あともうバッテリーがちょっと元気良ければもういけそうな感じする。また気に悪なったな。どうします。俺はもう大問題です。いい火花、いい混合器、いい圧縮、すべてがダメ。ポンコツですわもう。いや本当そうなんよ。その3つどれか1個が悪くてもエンジンかからんけど、その3つともが怪しいっていうのはもう、あの車としての機能が。そうなんやな。そもそもそうやわな。まあ火花は最悪いけてるよな。プラグは火飛んでる。ああそうですね。うん。であとまあ燃料と圧縮やわな。燃料圧縮はめちゃめちゃ怪しいっす。怪しいよな。怪しいっす。まあ一個入れるのね。いただきます。ダメ。全然ダメです。なダメやろな。いいですかね。すいません、いただきます。はい、さあ困ったぞ。親分ちくり。行きましたよ。親分に、それそうですね。いつもならお、来たるわって言われるんですけどね。もうここまで来ると何が点火タイミングも怪しいけど、キャブも怪しいよな。うん、そうっすね。キャブも怪しくなってきましたね。それこそ圧縮があるのかとか、そこいや、まあいろいろ考えちゃいますよね。うん、圧縮がなさげな感じではないよな。セル回してる感じだよな。まあちょっと分からんけど、
初爆がないっていうのが初爆ないですね。望みがねえよな。初爆があればなんとか望みあるんだけど、いや転換時期こんなに難しくねえはずなんよ。ある程度当てずっぽで結構当たるんよ。ですよね。うん、あの何箇所かやれば、はい、であと調整はライトで微調整なんやけど、それさえも俺だって転換時期あのライトなしに合わせたけんな。一回手すり外したんだよ本体。あ、なるほど。もう車体から外し、エンジンから外して、で点火あのタイミングライトなしで合わせたけんな。うん、だからまあ大体その後ライトで見たら大体やっぱ当てた。あ、そのアイドリングとか回転数で。だからそんなあの当てずっぽでもエンジンかかるんやけど、ある程度の位置が180度違うとかならわかるやけど。はい、点火時期が合ってるのにエンジンがかからんということは燃料なんやな。うん、ですよね、燃料。そうですよね。燃料いってないような気がするな。ちょっといってない気がするんですよね。あのスプレーするとバーンってなるっていうことは、途中のどっかの弁が詰まってるとか、なんかそんな感じなんですか。いや、そんなとこで、いや、そうだともうバルブの話になってくる。あの、吸気バルブが動いてない、そのカム、上のカムが、ロッカーアームが折れてるとかだったら、もう全くエンジン稼働するのが嫌になる。上のカムでバルブを開けたり閉じたりしてる。あれがこうガチャ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 動くやつが、まあ、急ぐのは折れたんやけど、3本折れてる。もうそんなところでもう音が全然違う。もうガラガラ言うわ。わかりません、全く。もうこれここに飾りですね、本当。本当飾りですね。いい、あの小屋ができたけど雨に濡れんでいいよ。せっかく作ってこれですよ。もう悲しくなりますね、本当に。もう一台入るんや、なんかこれ。いやいやいや、もう一台同じクラウンを買えばいい。部品取りにしますか。どっちが部品取り。どっちもになるかもしれない。いや、そのレベルですよね、本当に。部品取りはあの久留米に4インチクラウンがおるけど。一番いい車体があります。あれ部品取りにしよう。ああ、ちょっとこれ諦めたくねえけど、きちいな。きついっすね。心が折れるような。これは折れるっすね。こんだけ、あの、うん、ちょっと、何が原因かもわからないようになってくると、ちょっと手も足も出らんなってくる。点火系だけなら、プラグに火が飛ぶまで頑張れるんだけど、プラグに火は飛んでる。で、まあ燃料も、こればっかり分からんもんな。シリンダーなんか覗いてみらんの分からん。キャブから燃料が来よるかどうかっていうのは。そんな、でもキャブ、この円型エンジンのキャブが、はい、俺キャブたら一回もトラブったことねえけど。今回の動画は どうやって締めたらいいんかな。締まるかな。締まるかな。締まりますかね。どこまで、締まらせたい。どこまで行ったら締めていいかな。エンジンかかったら締めていい。いや、エンジンかかるまで帰れまで。それはやばいっす。それはちょっとやっぱ近所迷惑になっちゃうね。まあ、ある程度したら今日はお開きということで。でもケツが見えないですね、本当に。今日は見えんな。今日はちょっと、いや、最悪の事態を考えたらな。はい、はい、圧縮。ああ、それはもう無理やけんな。
そうっすね。今日明日どころの話じゃねえよな。ですね。うん。そしたらもう入院ですね。長期入院コースになる。長期入院ですよ。ただ単にタイミングが合ってないとか、はいはい、ちょっとキャブが具合悪いとかやったら今から来る救世主が救世主親父があの救世主親父とか言ってもらうあの方が来ればおそらくおーってなるかもしれんけどかもしれない。それは分かんないです。分からんな。まあ俺らやれるだけやったやな。いやー、やれるだけやりましたね、本当に。いいとこまで行ったけどな。いいとこまで行ってまた遠のいたって感じで。あの感じは一体何だったんだと。わからん。思うくらいな。あの爆発は最後の悪あがきやったんかもしれんな。ですよ、本当に。もう、キャブから大噴火するしか、するだけやったけど。朝の大噴火なのに、キャブの大噴火ですもん、ほんとちょっとまだ面白くなかったな。だいぶ疲れてきたな。車いじりするとな、腰が痛くなるんよ。腰はやばいっす。あのボンネットずっと覗き込んでるやんか、はいはい、腰が痛くなるんよな。腰痛いっすね。特にこの車、車高が低いで腰が痛いよ。こんな感じなんですよ。いや久々出た。いや知らない方はぜひ前の動画を見てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これマサトシリーズ、これで何回目かな。 1,2,3 やろ。3で、前回キャブが 1,2,3。 あ、もう一回あるな、阿蘇で。あ、あの時お前おらんかったんか。おったよな。いました、いました。山下さんと。いました。413台。はい。あれもまあまあよかったな。あれが最後やな。僕シリーズ結構ありますよ。あるよ。皆さん、ぜひ要チェックですよ。見てない方。なかなか、いいネタを提供してくれる、このポンコツクラウンが。ポンコツがですね。復活する日が来るのでしょうか。いつなったら釣り行けるんや。もう去年ぐらいからずっと言おうのに。もう本当ずっと言われてますね。本当にいつになったら行ける。最近集まれてねえけんな。本当ですね。まあちょいちょい今年の春ぐらいには一回集まろうかな。行きたいですね。今年の春までには。大丈夫？頑張ります。まあ一旦ちょっと本当あれやな。まあエンジンかけてそれから様子を見らんねえかな。まあ直すとこ直して。そうですね。手直ししてな、うん、いつでもエンジンがかかる状態にしとかんといかん。まあいろいろと野望はあるみたいやけど、このクラウンを大事に乗っていただきたいと思います。本当ですね。頑張ります。すっかりと日が暮れて真っ暗けになってけど、まあガレージの中なんでこのライトがあるといいよな。全然違いますね。いいけどちょっと見えんけどな。このハロゲンのライトいいな。あったけ、あったけけど片っぽ切れてしもたけど、今まさかこのプラグ一生懸命磨いてます。磨いてます。基本やな。基本ですね。うん、もうちょっと初心に帰ろうかなと。そういうこと。何でもそう。初心忘れるべからずっちな。俺昨日動画で俺言うたんや。ああ、いいですね。